ちょっと振り返ってみましょう。もう本当に延滞号って感じですよ。さてこっからどうなってんだ。ここは本当やっぱ初めての場所だから何がないんやらって感じですよ。今日はどうするかね。とりあえず奥行くか。ここにいろいろとあるな。広場、日蓮洞窟。今はどこなんだ。あ、ここか。じゃあ広場行くか。こっち行こう。はじめここ猿島ついてね、あんな整備されたとこ通ったからね、ちょいとしたもうテーマパークみたいでね、なんかもうつっくりもの地味てしょうがねえのかなと思ったら、いやなかなかなもんですよね。危ないところはねちゃんと綺麗に整備してね、だからやっぱり元々がね作り物じゃなくて本物だから違いますよね。ここからまた下りですね。これ階段下りで広場なんだろう。この先は海岸に出るのかな。ちょっと露出が飛んでますが、開けたとこに出ます。出た。これが広場か。なんか地図だとね結構歩きそうな感じだったんですが、なんかあっさりしてますね。これが観光地名物のこのね有料望遠鏡。あ、ちょっと壊れてるようですね。これは残念。こっからその気になれば海岸に降りれる。岩場降りれますね。これだけじゃなんかつまんないんでね、少し降りてみましょう。あ、でもこれ網か、注意していこう。この網の穴にねピンヒールが入ると抜けられなくなるんでね、そこはね本当につま先で行くって感じです。海岸には降りられましたが、ここで行き止まりですね。大海原、真っ青な海。いや今日は本当にいい天気ですよ。本当これしかないですよね。本当にこう本当人がねどんどん来ちゃったらたまっちゃいますね。ここはね海が荒れてる日は無理ですね。いや本当にね今日はラッキーですよ。さあ戻ろう。猿島っていうのは来るまではね富津の方にある海峡みたいな感じかなとは思ってたんですがね、いや全然違いますね。もう完全に公園になってますね。軍の施設の跡もね、なんか戦跡跡、そう、古戦場みたいな感じのね、いや、ここまでね、なんていうか、こう、綺麗になってるとは思わなかったですね。探検するというよりは、散歩、散策って感じですね。ですから、日常のね、この疲れた心を癒しにね、船で渡ってここまで来てね、で、一日のんびりして、で、リフレッシュして、また新たな人生を始める、一週間を始めるってにはいいですね。さて道に戻ってきたんですが、ここになんかまたなんか軍事施設の跡ありますね。これもやっぱり砲台の跡ですね。何ミリくらいかな。これもやっぱり高射砲ですかね。ここの猿島って結局本土決戦やらなかったんで実戦には使わなかったって言いますけどね、でも高射砲ぐらいは火を吹いたことあるんですよ。まあ、B29 上通りゃそれはね撃ちますよね。この先ね反対側のなんか日蓮の洞窟っていうんですかね、そっちちょっと行ってみますか。ってことはこれをまっすぐ行きゃいいのかな。5月も下旬となると緑が濃ゆいですね。で今年はね、ほんとね、もう来週あたりから梅雨だって言いますからね、この2021年はね。いやー、参ったなってとこですよ。もうちょっとね、あと1、2回は山行きたいなって思ったんですがね、梅雨じゃあなってね、梅雨の晴れ間を縫っていく、そういう方法しかないですね。お、なんだこりゃ。まあ、ダメなもんはしょうがないですね。ここも砲台の跡。これはねやっぱり立地的に漢方でしょうね。まあおそらく128とか200とかそれくらいかね、この台座だと。
まあこういうのね、詳しい人はね、ここに何があったっていうのは分かって、どうかな、こういうのってね、戦争終わった途端に撤去したり資料を焼いちゃいますからね。まあとにかくこれはね、敵の船に対する、そういった大口径の砲でしょうね。まあしょうがない、行けない以上は戻るしかないな。結局日蓮洞窟は立ち入り禁止でダメだったんでしょうがないですね。さっきこっちから来たんで、こっちへ行ってみましょう。こっちからでもって言ったら、これさっき来たんだ、いや迷路だな、じゃあこっちか、じゃあこっち行こう。猿島本当ややこしいな。まあね、やっぱり軍事施設ですからね、敵に入り込まれても敵が迷うように作ってありますからね、初見じゃちょっとややこしいですね。ここも砲台の跡、いや本当にね、こっち側いっぱい砲台の跡ありますね。さすがに横須賀の入り口を守る島だけありますね。まあ、守る島って言ってもこれ人工じゃなくて自然の島ですからね。いや、いい立地に本当にね、島があったもんですね。これは、あ、これ行っちゃうと、あ、元のあのショッカーのあれに行っちゃうんだ。じゃあやっぱりトンネルの方行くか。いやー、わかんねえな。こっちにもトンネル、いや、これトンネルというよりは倉庫か事務所の入り口の跡ですかね。さてと、今度はこれを右に行こう。いや、でも本当ここいいですね。これやっぱり人の少ない時に来てね、やった方がいい感じの絵が撮れますよ。いや、これトンネルって言ってもなんかちょっと綺麗すぎますね。いや、下も完全に舗装してありますよ。本当これこんなに綺麗でいいんだろうかってね。ここのレンガってなんか積み方がなんか独特でね、こういうの好きな人にはたまらんっていう話なんですよね。これなんか綺麗すぎてね、スタイルレンガっていうかタイルレンガのように見えますけど、まあ本物ですよね。古いトンネルのね、なんとカビてすすけたそういったレンガをね、まあ普通に見てるとちょっと綺麗すぎて、逆にそういった意味で作り物っぽく見えちゃうんですよね。だから解説がありますね。なるほどね。ただちょっとね、綺麗に整備しすぎて、なんかこういったね、コクが薄いなってね。これだとね、富士のトンネルですか、あの陣馬さんって言ったから、あっちの方がね、まだ怪しさ満載って感じですね。お、これお、この抜けた感じ、これいいよ、ほんと素晴らしいな。これはほんと、いやいいな。いや、なんかこうジブリの世界って、ラピュタの世界っていうのはなんか分かりますね。確か本当にそんな雰囲気ですよ。こりゃいい感じですね。猿島たまらんね。ここは弾薬庫かなんかの跡ですかね。これは何でしょうね、この穴はね、なんかの洗い場の跡ですかね。そういや、そこの階段って来るときにそこからね、折れて曲がっていったってとこですよね。ってことは軽く一周しちゃったわけですか。なんか思ってたよりも猿島っていうのは小さいですね。割とね、簡単に回れますね。いや、城ヶ島くらいのね、なんか規模かと思ってたら、いや、なかなかね、コンパクトですね。ここ
ここだけなんか板がないんですかね。これが本来の地面ってことですかね。それとも単に整備用に開けてあるだけでしょうか。この坂下っちゃうとおしまいか。いやーね、こういういい感じのとこはずっといたいって感じなんですがね、17時の船でみんなね乗って帰んなきゃいけないってわけですからね、こうやってね日が長い季節はね、あと1時間ぐらいね船伸ばしてくれないかななんてね。こっちの売店も店じまいですね。次の船までまだ30分くらいあるのかな。どっか日陰でのんびりしたいって感じですね。まあでももう16時も回ってるとね、日もちょっとばかり柔らかくなって、日向に行ってもいいと、まだ暑いですけどね、まあなんとかなりますわ。猿島側から見る三浦半島っていうのも大津なもんですね。ここが観音崎ですかね。こっちの方からね、砲台の人が訓練で、カッター訓練でね、この猿島まで乗りつけるってんですから、まあ大したもんですよね。ってことはこれずっと守り海岸ですか。あ、そういや、あのマンションね、そう初めてあっちの守り海岸歩いた時にね、こんなとこにマンションがあるのかってね驚いたやつですね。でここは守り漁港ってことになりますね。するといつも私が焼肉とかやってるその海風公園ってどの辺かね。ここかな。あ、そうですね、ここですね。これが対岸の海風公園ですね。あ、猿島から見るとこんな感じなんですね。なるほど。でずっとこっちが横須賀の空港ってわけですが、